はい、皆さんこんにちは、10月24日月曜日でございます。いつも本当に僕のコーナー見ていただきましてありがとうございます。今日もアーバン市カルマン州アメリカからお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。いやいやいや、皆さんにまずは感謝の言葉を申し上げます。というのはですね、初めて、YouTuber と言いますかね、初めて皆さんのご協力があって$252.03を僕のアカウントに間違いなく YouTube から入りましたので、皆様にご感謝の言葉を申し上げたいと。それでですね、まあこれ言っちゃあれなんですけど、いつも常連さんとか皆さんにですね、まあ今5、6人いらっしゃるんですけど、見てる方は1000人もいらっしゃるんですよね。だからいつも5、6人の常連さんと、それ以外の方にもね、まあ5、6人、まあ10名ぐらいですね。大谷さんのね、なんか物を買ってですね、まあ皆さんにお送りしたいなと思っております。なぜかというと、そのなぜかじゃなくてですね、送るのに、まあ重いもので、もちろん送れないんですけど、軽いもので、まあシャツだとか帽子だとか、まあこういろいろうまい具合にね、送れたら送りたいなと思っております。約束はできないんですけど、そういう気持ちがある。絶対やりたい。で、皆さんは住所をですね、メッセンジャーか LINE で、まあどっかで皆さんに分からないように送っていただければ、僕には信用してください。僕はちゃんとあれいたしますんで。ということで、まずもう一回改めて本当に皆さん、特に、日本の皆さん、もちろん台湾の方もね、見ていただいておりますけどね、ただし台湾の方々はね、4、5人確かにいらっしゃるんで、そちらの方にももちろんあれしたいと思っておりますので、日本語わかるんでしょうかね。もちろん英語でも、from Taiwan. Thank you very much for watching my program. I really appreciate it. And this is my first time I got my $250.03 from YouTube. So I really want to appreciate it. I want to send some shirt or hat or something to you guys in Taiwan. I really appreciate it.ということでございますので、まあ本当にね、あとはね、パキスタンにも言わなきゃいけないんですけど、まあいろんな国の言葉ね、言わなきゃいけないんですけど、アサラムアレイクム、アップサブ、ムジェプログラムジョブアップできない、ボートボーシュクリアアップか、メネイペライダルトファイエ252.03ミラーヘムジェfrom YouTube. So, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको एक गिफ्ट, ओथानी का गिफ्ट आप भेज दूं. तो आप जरूर मुझे ये शर्ट है या कोई हैट है, आपको बता दूंगा. ओके? साईं सलाम अलैकुम. मुझे नलो अफताबा है, पर मुखे अमेरिका में अलिख चौंदा है. So, मुझे प्रोग्राम ता मेहरबानी कर दिठो है, तंगरे आप शुक्रिया अदा करें तो. पहली दफा मुखे न जा YouTube जा पैसा $252.03 मिलिया है. उन जी करे आऊं मुझे ख्याल आए तो सब इनके को बिंटन जी मान के जेके मुझे रिसनान प्रोग्राम उनके शर्ट या हैट मोकलिया तहां जी वरी वरी मेहरबानी शुक्रिया ということでね、シンディ語、ウルド語、英語でやりましたけどね、スペイン語って、オラセニオラメアモアレハンドロって言わなきゃいけないんですけど、まあ、いろんな言葉をね、あれなんですけど、まあ、とりあえず、戻りましょう。はい。ということで、これでございます。昨日ですね、ニューヨークヤンキーズが結局は負けました。皆さんもおっしゃってましたけどね。やはりね、力というかね、力いくと、まあね、チャビンさんも言ってましたけど、この勢いっていうのは確かにね、ユーストンにありましたね。本当はあまり好きじゃないんですけども、仕方ないかなと。うちの家内は喜んでましたね。とりあえず、ヤンキーズをね、大谷さんのことね、ジャッジがどうのこうのって言ったから、ぜひ負けてほしいと。その後にはね、ヒューストンにやっぱりね、フィリーズに勝ってほしいということを言ってるんですね。まあ、我々がどの子に言ってもね、仕方ないんで、実際にはどうなるかわからない。そういう気持ちがありますよと。で、皆さんの気持ちももう、隠さずに、どんどん言ってください。大丈夫です。私は全然気にしませんので。はい。ということで、6対5でですね。まあ、ここでニューヨークヤンキーズが2点取って、あとはこれ4点取られたんですね。これ1点取ったから、4対3だったんですね。ここでまだ同点になって、これでまたヒューストンがね、1位、ここはまあ、ニューヨークもう1回取ったんだけど、この2点がね、大きかったね。ということでね、まあ、仕方なかったですね。はい。ということで、これがですね、ヒューストンとフィリーズね。誰がここに来るんだろうね。ワールドシリーズのチャンピオンは誰がなるだろうね。僕は、
フィリーズに来てほしいなと思っております、皆さんはどう思われますでしょうか。ということでどんどん行きましょう。これを皆さんにお話しましたよね。これ秋で始まったんですね。それで私がですねこれを見てみまして日本語をつけてさせていただいて、そしてここにどん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 いなくなってですね、皆さんがねチームがねどんどんいなくなってから、ここでまたですねなくなってからここですね、最終的にはこうなりました。はい、そこで、今度は誰が来るかということになって、ここでまたここになったんですね。それはもうナショナルリーグはこちら側がナショナルリーグで、こちらアメリカンリーグで、で最終的にはこの2人が来ましたよということで、今まず見せました、これですね。はい、ということで、どうなるやらということで、ダウンは来ております。フィリーズにね13年ぶりなんとか、じゃあユーダービスさんからいきましょうか。どうぞ。フィリーズに13年ぶり8度目のリーグ優勝を許し、メジャーで11年目のシーズンは終戦。試合後は自身やチームについて振り返った。お、試合が終わった瞬間の気持ちは普通に終わったな、今年はという感じでした。今日は気温、雨、風と最悪のコンディションだった。雨もそうでしたし気温もそうですし、ボールも濡れていたりとか、何よりもマウンドがスパイクに土がたくさんついて踏ん張れなかったところがあって、メカニクスを変えないといけないところがあったんですけど、なかなかまっすぐも投げられない状況で、でも試合を作ることはできたので、うん、確かにそこは良かったと思います。はい、先に行きたかったところだが、ワイルドカードから上がってきた。そうです。評価としてはポストシーズンが始まる前は全然高くない中で、みんなでメッツ、ドジャースというすごい強いチームに対して勝てたので、24年ぶりもありますし、何よりも選手とか球団が自信がついたんじゃないかなと思います。確かに今季30登板プラスポストシーズンを振り返って、今年1年は早かったですね。すごく自分のやることにとにかく集中していて、もう野球だけって感じだったので、その中でこのチームの中でいろんな人間関係ができたりとか、すごくいい友達がたくさんできたりとか、うん、いろんないいことがたくさんあった年だったと思います。うん、確かに今年新たに得たものは、野球への集中の仕方は自分の中で掴んだというか、こういう形で野球に対して取り組めばいいんだなっていうのはこの年になってですけど、やっと分かった感じはします。うん、来年に向けてオフはもう一回ちゃんと体を鍛え直して、うん、シーズン後半あんまりトレーニングをしっかりできなかったりとか、そういうところもあったので、ちょっとだけ休んでまたトレーニングをしっかり始めて、来年またいい状況で帰ってこられるようにしたいと思います。いやいやいや、頑張り屋はですね、やはりね、自分はね、まあもうすぐ頑張りますよと、またコンディション立て直してっていうおっしゃってたんですけど、ユダビさんはこの間確かにうちのコーナーでもね、ぜひあれに出てほしいと、これですね、これワードベースボールクラシックにユダビさんもし聞いてたら、ぜひ日本側から出てほしいなと思っております。まあ私の言うこと聞いてくれるかどうかわからないですけど、まあユーダービーさんがねおっしゃってたのは、まあ普通に終わってないですよ、ダービーさんね。えものすごい素晴らしいことをやられて終わったんですよ。だから素晴らしかったですよ、今年はもう最高、そこまで行ったんだからね、素晴らしい。俺はね、タティスジュニアが行ったらもっと違ってたかなと思うんです。でタラレバがないんですけど、そういうのってねやっぱりあるんですよね。だから大谷さんの場合も、大谷さんは一人で頑張ってエンジェルスを背負ってたんですよ。だからもう本当にレンドンが怪我し、それからもう後からは帰ってきたんだけど、マイク・トラウトは怪我し、俺はねおっしゃったようにね、チームの野球だから一人か二人いなくなると、やっぱりねそこまでよく行ったなと、本当にご苦労様でございます。おめでとうございます。素晴らしかったです。はい、それでは参りましょう。続きましてこれです。はい、3選手が、数格、これはちょっと聞いてみましょうかね。はい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 。これ後でからもう出しますか。はい、どうぞ行きましょう。はい。3選手が事実上の戦力外、126億円契約の鈴木誠也は9打点？
日本人野手の2022年。林木成也、桐乡佳治、加藤豪将、秋山翔吾2022年。これはすごいね。なんでいきなり中国語になるんだこれは、朝倉ちゃん。いや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 、参ったね、これは。あのね、読んでいただいてるんですけど、なんか、大志は、シェシェ、なんかね、タモリさんの日本語になってしまいました。それでね、漢字をちょっとね、ひらがなにやってみたら、スタートがね、あれだったら日本語に行くかなと思って、ちょっとやってみましたね。これはね、やってみましたけど、出てこないのかな？あ、あったね。はいはい、どうぞ、はい。鈴木誠也、はい、筒香嘉智、はい、加藤豪将、秋山翔吾の2022年。これはね、面白かったね、今回ね、中国語。うん。大衆の失敗は、新宿あてね。ということでございましたね。いや、だからね、まあ、それをちょっと行きましょうかね。どうなってるのか。はい、じゃあ、参りましょう。はい、こちらですね。はい、どうぞ。どうぞ。え、カブスの？はい。鈴木誠也、カブス。広島からポスティングシステムを利用し、日本人野手として史上最高額となる5年総額8500万ドル、約126億円でカブスと契約した。開幕戦に先発出場してメジャーデビューすると、4月18日、日本時間19日には週間 MVP に輝くなど、好みスタートを切った。一方、5月26日、同27日、のレッズ戦で二投の際に左手薬指を痛め、怪我したんだ。1ヶ月にわたって負傷者リスト、IL 入りした。今季は111試合に出場して打率点262、14本塁打、オプス769だった。とにかく皆さんね、怪我は好きものですよ。これはね、面白いことなんですけど、人によってはね、コーチによってはね、もうね、あんまりもあいつ打ちすぎるから、どっかにぶつけろというコーチもいるんで、あんまり良くないね、そういうのは。やっぱりだからね、これは本当彼にぶつけるためにやったんじゃないんでしょうけど、やっぱりせっかくね、日本から偉いして、こうやって一生懸命やっててね、やっぱり怪我してしまう。大谷さんもね、トミジャンやったりとか、まあ、ね、システム、いろいろやられてね、やっと頑張ってきたなと思っています。まあ、ということでね、数国外ということは、吉本筒子さんと秋山さんかな。この、加藤豪介さんは、もう、ビッグボスじゃないんだけど、新庄監督が、まあ、あれして、まあ、逆指名してるので、まあ、これじゃなかったら向こう行ってやられると思いますけれど、それも頑張ってほしいものだと思います。はい。ということでございます。じゃあ、どんどん参りましょう。いつも皆さんからの意見と、それから皆さん、日本の方々からいろいろいただいておりますから、それをまた行きましょう。まずはね、いつもね、僕もね、まあ、外国人の顔してて日本語ベラベラ喋ってるんですけど、漢字が弱いんですよね。それからね、日本語でもバババって書いてしっかりチェックしないとね、なんかね、違う言葉になってしまって、非常に申し訳ないんですけど、非常にね、助けてもらってるの皆さんがこうやって教えてくれるんで、では、山本さん、ありがとうございます。行きましょう。はい。山本誠一さん。はい、誠一さん。コメント、ありがとうございます。罰始球式十大丸始球式。そう。罰初位修樹十大丸松井秀喜。ありがとうございます。初位は、初位で。秀喜ゴジラ松井の場合の、松井。は、松井になります。TSU じゃ書かないといけない、ね。日本語は特殊だから、大変ですよね。いや、山本さんありがとうございます。気がついて、これはね、お金の確かに漢字だから、これに変えたんですけど、もう、録画っていうか、もう、ビデオに通っちゃってるものはもうチェンジしてないかもしれないですね。非常にありがとうございます。どうも。ということで、大体流れでね、あ、こんなこと言いたいんだなって分かってくれれば助かります。でもね、日本の方にはそれ難しいかもしれないね。その漢字は、こういう漢字で意味が違うぞということになりますからね。すいません。ありがとうございます。それでは参りましょう。次は、この花。いいですね。もうね、日本のね、4月のちょうどね、素敵な花がね、桜の花。ね、うちも桜ちゃんが呼んでくれるんでありがたいんですけど、このたまちゃんと、チャビンちゃん。ね、この二人ね、犬と猫のいつも散歩してらっしゃるらしいんですけど、いつも参加、コメントありがとう。どうもお帰りなさい。ということで。じゃあ、
行きましょう。たまちゃびんさん、どうぞ。たまちゃびんさん、コメントありがとうございます。パドレス VS フィリーズ、ドルフィンさんが話したすべてがその通り。MVP 通過のハーパーの一発がフィリーズを勝利に導きました。確かにね。ごめんなさい。私はフィリーズ勝利と思っていました。ダルビッシュ。え、本当ですか？上司のドルフィンさんの手前コメントできませんでした。いや、僕のコメント気にしせずにどんどん言ってくださいよ。だってね、やっぱりね、皆さんの意見をやっぱり率直に来ていただくのがやっぱりありがたいんで、遠慮なくお願いします。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。はい、ワールドシリーズはアストローズ VS フィリーズとなるでしょう。なった。 WS 知り尽くしたアストローズと勢いのあるフィリーズ、うん、WS チャンピオン悲願の百戦錬磨ベーカー VS6 月から監督就任の経験値浅いトムソン、どうなりますかね。フィリーズ優勝しそうな私の直感です。私もそう思います。2015から2016ヤンキースも機器を使いサイン盗みで10万ドルの罰金を課せられましたが、当時ドジャースや強豪チームはサイン盗みが横行していました。え、本当？2017年アストローズのサイン盗みはチーム選手がサイン盗みを内部告発したので、うん、動かぬ証拠となりました、うん。MLB が正式にサイン盗みを正式に禁止したのは2017年9月15日以降でした。エンジェルスを出た選手が皆活躍するということは、コーチ陣に問題あり、打線コーチ首になりましたが、ピッチングコーチ。なるべきだよ。も首にするべき、ピッチングコーチはただそこに立っていても結果は出ない。まさにそう。トラウト&翔平だけだは勝てませんよ、びっくりマーク。びっくりマークだよ、本当に。新オーナーが決まれば、ミナシアンの席はそこにありません。来季7月までに良い結果でなければ、翔平も考えるでしょう。翔平には7歳違いのお兄さん、2歳違いのお姉さんがいます。おお。2人とも結婚しています。おお。翔平はいつもお兄ちゃんの背中を追っかけていました。あ、そうなんだ。兄がスイミングすればスイミング、野球をすれば野球。おお。いつも兄のたくさんの友達と遊び、うん、遊びの中でも誰にも負けたくない気持ちを持ちながら成長しました。とても仲の良い兄弟です。あら。他にもたくさんありますが、プライバシーに関することなので、ここでおしまい言わざる。言わざる。シーズン中、翔平がいつもちょっかいを出しているスアレスに日本語を教えました。その内容は、ブサイク、何言ってんだ、何見てんだ、出ていけ、だそうです。出ていけ。スアレス、意味わかってなさそう。スアレスは真面目に母国語のこんにちは、うん、おはようございます。さよならを教えました。おお。翔平は悪ガキです。悪ガキ。 Take me out to ball game. Take me out with crowd. 大声で歌って近所に迷惑をかけています。冷や汗。え、本当ですか？ Take me to the ball game. Take me to the crowd. いいですね、かっこいいね、それはね。まあということで、お兄さん、谷さんのお兄さんのですね、写真撮っていると。なんかね、彼も野球やってるってお父さんがやっぱりコーチしてて、それで、まあ、会社に入って野球やってたらしいんだけど、やっぱ弟がそうやってガーッと上がっていったんですね。やっぱりね、同じ家族でもやっぱり違うもんだね。なかなか同じように思うようにいかないということなんでしょうね。はい、たまちゃみんさんありがとうございます。そして続きまして、この方通りすがりの万潮様ってか。ということで、通りすがりさん、いつも私のコーナーに泊まっていただきありがとうございます。それでは参りましょう。通りすがりの万神王さん、はい、コメントありがとうございます。ドルフィンさん、こんにちは。ニコニコ顔。こんにちは。パドレス残念でしたね。残念でした。日本では状況に応じた作戦をチームとして練習したりしますが、うん、力勝負だけだとなかなか難しいですね、うん、ダブルプレー避けるならヒットエンドランなどの作戦もあったかと思いますね。あったと思うよ。本当にドルフィンさんの言う通り、来シーズンはパドレスから監督の依頼が来るかもしれませんね。ウインク複数音符、うん、イチローさんの始球式ですが、
打者の場合、目、選球眼、脳衰えが原因での引退が多いそうです。うん、変化球に対応できないため難しいみたいです。自分もたまにバッティングセンターに行きますが、うん、全然目が追いつかないです。苦笑。それとヤンキースの PS での不調から元ヤンキースにいた田中将大選手にもヤンキースに復帰してほしいとツイッターでお願いしているファンが多くいたそうです。大谷選手の話になりますが、はい、大谷選手の移籍先は温暖で雨の少ない球場、うん、ドーム棟も含む方がいいのではとの話もありました。今日のダルビッシュ有投手も同じだと思いますが、うん、投手は投げづらいですよね。うん、確かにね。とにかく大谷選手が一番自分の実力出せる環境で、一日でも長く野球をして欲しいと思ってます。なるほど。最後に昨日の書き込みにあったマドン元監督の動画を貼っておきますね、ハグ。うん。それではまた明日。After a while, crocodile smiling face with hearts. ははははは。After a while, crocodile. これはね、See you later, alligator. After a while, crocodile. そういう歌がね、最初の頃僕もやらせていただいてたんですけど、この最後にはね。でもね、なんかね、やっぱりね、YouTube のあれに引っかかってしまうんですよ。だから今回も動画を送っていただいたんだけど、その動画は、MLB の動画はまあ大丈夫なんですけど、そこに日本語していただいた方がいらっしゃるじゃないですか。だからその方のね、これ出していいかどうかわかんないんですけど、まあちょっとね、少しはまあ、あれしたいと思うんですけど、結局はね、おっしゃってる方、コーチは言ってることはですね、ちょっと待ってね。すいません。窓を開けてやってまで、もうちょっと暗くなってきたんで、ちょっと電気つけましたね。はい。ということで、まあ、コーチがおっしゃってたことはですね、要するにね、何でしたっけ、これなんですけど、とりあえず言葉は、まあね、その、コーチは、前は、ナショナルリーグには、あれがなかったんですよね、DH 制度が。今は、もうオープンで、どこでも行けると。だから問題はないんですが、まあ、だから大谷さん、どこでも行けるけど、って言っておっしゃったんで、まだ違ってきたのかね。そしてね、あと質問があったのはね、ペイメントがね、まあ、彼の給料は、二人分は払ってもいいんですかね、払うべきじゃないですかって言ったら、コーチマトンはもう当然その通りで二人分払うべきだということでしたんですね。それから、そのハイスクール、まあ高校生の時とか、まあ大学まではそうなんだろうかもしれないけど、結局はアメリカの方では3日間だけなんですね。だから二刀流できるけども、その毎日二刀流やるっていうのは大変なことで、大谷さんはね、ちょっとすごいもう、素晴らしい体を持ってて、それがまあ神様がありさんですけど、だからことできると普通はできないとおっしゃってたんですね。それから、翔平がですね、やっぱりね、負けたくないのよ。先ほどもこの中にもありましたけどね、そのやっぱりね、弟でお兄ちゃんのところみんなと話して、いつもね、もう、負けず嫌いで勝ちたいという気持ちはわかるよ。で、9月と11月ヒリヒリしてあれしたいということでね。だからまあちょこちょこだけ送りますけど、まあ人のものだから申し訳ないんですが、ちょっとだけはい。I'm gonna make you Shohei Ohtani's agent. I'll take it. How are you guiding him? Where do you want him to be after this next year?Shohei is really his own man. I know Nez, the fellow that... ということで、もうちょっと飛ばしますね。はい、これで、ちょっと飛ばし。It's been really good the last couple of years. You're paying one guy to do two different things, and he does it on a level that's a top five, top ten in all of baseball. はい、また飛ばします。すみません。この辺でね、はい、行きましょう。When you're playing every day at 162...to be able to pull off what he's done. I'm not saying it's not going to happen again, but I'm really curious as to when it might. There's going to be potential imitators. And like I said, when you play maybe three days a week, you could do, absolutely, we all did it in high school. But when you get to the level that he's performing at, I really don't think it's going to happen in the very near future. And...ということでね、もうちょっと見たい方は、下の方にね、ゾガゾンさんが
そうですね、リンクを貼っていただいているので、ぜひ見ていただければと思います。そしたらそのほらやられた方のあれになりますので、ぜひ見てやってください、ということでございまして、ということで、ワールドベースボールクラシックも非常に楽しみでございます。日本はですね、このプール B、 これをね非常に楽しみでございます。ですからね、大谷さんも早くですね出ますよと言っていただけると助かるんですけどね。それからまあね、ユーダルビッシュもね、もう終わったから、ちょっと見て、で、出てくれればいいなと思っております。はい、ということで。はい、これでございます。アメリカンリーグホームラン王。ということで、まあ、大谷さんと一緒に出てるんだけど、一応この人の話でございます。ジャッジの話ね。ちょっとジャッジの話いきましょう。どうぞ。アメリカンリーグのホームラン王、アーロン・ジャッジの着地点候補。うん。ヤンキースのがプレーオフ進出を逃した今、注目は間もなくフリーエージェントとなるアーロン・ジャッジのオフシーズンの計画に向けられており、数百万ドルの問題は彼が2023年にどのユニフォームを着るかである。ジャッジが着地する可能性のある5つのスポットは次の通りです。アーロン・ジャッジがヤンキースのプレシーズン契約オファーを拒否することで自分自身にかなりの賭けをした瞬間、2022シーズン中にスラッガーがリーグの中心的なストーリーの一つになることは明らかでした。ジャッジの歴史的なシーズンは巨額の契約を結んでいます。多くの人は3億ドルを超え、ポジションプレイヤーの平均年間価値の新記録を樹立し、マイク・トラウトの3550万ドルを超えると予想しています。歴史上、3億ドル相当の契約を結んだのは9人のプレイヤーだけであり、ジャッジにその独占クラブに参加するチャンスを与えました。3億ドルの質問は次の通りです。ジャッジは2023年以降、どのチームでプレーするのでしょうか。ジャッジの着地点として考えられる5つのスポットを以下に示します。うん。だからね、ジャッジもそうなんだけど、大谷さんの方が、ジャッジよりも、それからマーク・トラウトよりも、たくさんお金出してくれるところをやっぱり行きたいよね。プレッシャーじゃないんだけど、大谷さんはね、あまりお金のこと心配ないとおっしゃってるんだけど、僕は彼のマネージャーが、エージェントがですね、それ言うべきだと思う。それで、気持ちよく出してくれるところは気持ちよく働くでよって感じでございます。働けばいいと思うんですけどね。というのは、私の希望でございます。で、ジャッジはこれですね。ニューヨークヤンキーズにいますよね。まあ、ここで、もうとにかく私はエージェント、あれだと。あとサンフランシスコジャイアンツ。まあ、これはね、こういう順番にちょっと、MLB の方に出てましたんで、そういう順番。で、ニューヨークメッツ。そして、ロサンゼルスドジャース。それからボストン。で、この5点で、じゃあ理由はちょこちょことあるんで、それもちょっと行きましょうかね。はい、まずはですね、このヤンキーズ。はい、どうぞ、お願いします。ヤンキースはシーズン前にジャッジに7年間、2億1350万ドルの延長を申し出たが、外野手は自分自身にかけて様子を見ることにした。うん、その賭けは、ジャッジにとって明らかに報われました。お彼のモンスターの年は、彼を確固たる ALMVP の最有力候補にしています、うん。ヤンキースと長期契約を結べば、ジャッジはジーター以来となるチームのキャプテンに指名される可能性もある。うん、確かにね。じゃあ次行きましょう。はい、どうぞ。ゲーム内のほぼ全ての人に、どのチームがジャッジをブロンクスから引き離すことができるかを尋ねると、通常、最初の答えはジャイアンツです。うん、サンフランシスコは近年、ジャンカルロ・スタントンとブライス、ハーパーの両方を獲得しており、ジャイアンツがスター選手に支払うことを恐れていないことを示しています。2023年の年俸はわずか9200万ドル。カルロス・ロドンがオプトアウトした場合には7000万ドルに減少する可能性が高いであり、2024年には2050万ドルが保証されているため、ジャイアンツには十分な給与の柔軟性があります。また、注目すべき点として、ジャッジはオラクルパークから100マイルも離れていないカリフォルニア州リンデンの出身です。帰国はジャッジにとって決定的な要因ではないかもしれませんが、ジャイアンツにとってはセールスポイントになる可能性があります。確かにね、カリフォルニア出身なんだ。戻っておいでなんて感じでございますけどね。
いやーそうですか。いや、じゃあ参りましょう。次、はい、じゃあメッツはどうだ。メッツがヤンキースから離れてジャッジに署名する動きをした場合に表示される裏ページを想像してみてください。ヤンキースが街中でジャッジにサインを許可するなんて想像もつかないように思えるが、スティーブ、公園は物事を面白くするのに十分なお金を持っている。確かにね。メッツにはこのオフシーズンに対処する独自の問題があり、最も注目すべきは契約をオプトアウトすると予想されるジェイコブ・デグロムをどうするかということです。クローザーのエドウィン・ディアスもフリーエージェントになり、スターターのクリス・バシットとタイファン・ウォーカーもフリーエージェントになると予想されている。ジャッジとの契約はすでに熱狂的なファン層を興奮させるだろうが、 GM のビリー・エプラーはこの冬ピッチングに集中すると見ている。ああ、なるほど。ピッチングに集中するということは、ヒッティングとピッチングでビリー・エプラーは大谷さんを取る可能性があるということですかね。はい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 、どうなんでしょうね。じゃあ参りましょう、はい。メッツと同様にドジャースにはオフシーズンに向けて他の懸念事項があります。うん。トレア・ターナーとクレイトン・カーショーはロスターのトップフリーエージェントであり、うん、遊撃手と先発ローテーションを2つの主要な優先事項にしている。うん。とはいえ有名なフリーエージェントに関してはドジャースを除外するのは馬鹿げています。確かに。この冬ロサンゼルスは1億2000万ドル以上の予算を計上する可能性があるため、どのように再配分するかによってはジャッジをムーキーベッツの隣でプレーさせることは不可能ではありません。ああ、ムーキーベッツはライトでしょ。彼はもうライトだから、あ、センターかレフト行くのかな。そしたらね、まあドジャースはやるからね。で、ドジャースはまあカーショーを離しても、まあピッチャーは難しいからね、カーショーは他に出しても、ターナーはねやっぱりね打つし速いし、まああれするだろうね。まあどうなるかね、その辺は。はい、でか続けてこちらどうぞ。はい。多くのプレイヤーがライバル関係の一方から他方へとジャンプしましたが、ジャッジからボストンへの余波を引き起こす人は誰もいませんでした。うん。これはありそうなシナリオではないように感じますが、AL イーストで最下位で終わった残念なシーズンの後、レッドソックスはフリーエージェンシーで大きな飛躍を遂げようとする可能性があります。いや、でもね、ボストン行くが何がいいんじゃないですか。昔ね、ボストンからヤンキースに入った、有名ないい人がいるじゃないですか。いや、そうですか。行けばいいと思うんですよね。しかし、ジャッジは実際にヤンキースのファンに拍車をかけ、嫌われているレッドソックスと契約するでしょうか。ジャッジは9月にその質問を受け、ノースエンドに引っ越す準備ができているとは言いませんでしたが、何も除外せず記者団に次のように語っています。彼はそれについて正しいです。間違いなくジャッジは過去6ヶ月以上にわたってそうであったようにオフシーズンの話題になるでしょう。オフシーズンの話題になるよね。確かにオフシーズンの話題になるよね。だからね、この方がね、私がまあ言いたかったのはこういうことなんですけど、どこ行ってしまったかな。これね、ベーブルースさんが、ドジャーズじゃない、エンジェルス、あ、じゃなくて、そのニューヨークヤンキースが取ったんですよ。そのあれで、もちろんトレードなんですけど、だから、いいんじゃないの？彼をさ、あちらも取ってしまっていいと思うんですけどね。遠慮なんかしてられないでしょ。これほら、見てください、これ。これですよ、これこれ。ベーブ・ルースね、大谷さんが握手してるんですけど、いや、取ったんだから、あそこもね、ボストンもね、遠慮せずに、ね、欲しいんだったら取るべきだと思うんですけどね。まあ、ということで、今日はまあ、お送りしてました。だいぶ長くなりましたけれども、皆さんからの意見とか、まあ、ジャッジはどこに行くんだろう。そしたらいろんなこと分かりましたね。たくさんの方が、まあ、いろんなことやってらっしゃるということで、まあ、今日はね、皆さんに感謝の言葉とかいろいろありましたけど、また明日もまたいろいろお送りいたしますので、じゃあこの辺でお分かりしましょうかね。この流れで、はい、それでは、はい、そういうわけで See you later Alligator See you laterAlligator. それでは皆様、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。